サザンオールスターズの桑田佳祐64歳が4月4日パーソナリティを務める東京 FM 桑田佳祐の優しい夜遊びで、新型のウイルス肺炎のため亡くなったザ・ドリフターズの志村けんさん享年70歳について言及しました。今回はそのサザンのボーカル桑田佳祐さんについてググってみました。桑田佳祐、1956年2月26日、64歳。ミュージシャン、神奈川県茅ヶ崎市出身。妻はサザンオールスターズのキーボード担当の原優子。身長170センチ、血液型 A 型。所属事務所は株式会社アミューズ。略歴、実家が映画館を経営しており、裕福な家庭で育てられました。桑田が音楽に興味を持ったのは姉エリコさんの影響が大きいと答えています。青山学院大学在学中よりバンド活動を行い、バンド名の変更とメンバーチェンジを繰り返した後、サザンオールスターズとしてデビューしました。1987年のソロ活動開始以降、サザンオールスターズとソロそれぞれの活動を数年前のローテーションで行っています。1982年、サザンのキーボード、原優子と結婚し、2男を設ける。長男はインディーズバンド、リードアラウンドのボーカル、桑田優希。高校は鎌倉学園高等学校に進学。在学中は英語のみ成績が良く、明治学院大学と青山学院大学に合格し、青山学院大学に進学することを選びます。大学の音楽サークル、ベターデイズに所属し、本格的にバンド活動を開始。頻繁にバンド名の変更やメンバーチェンジを繰り返していたが、1976年頃から自身のバンドにサザンオールスターズの名前を使用。これが定着し、メンバーも固定され、1978年6月25日、ビクター音楽産業よりサザンオールスターズとして勝手にシンドバッドでメジャーデビュー。ちなみに大学は一度留年した後に学費滞納により4年在学した後、1978年に受籍になった20代であるにもかかわらず、合宿先などでステテコ、モモヒキ、サングラスといういでたちであったために、最も初期につけられていたバンド名温泉あんまモモヒキバンドはこの時の桑田の風貌から来ている。学歴、茅ヶ崎市立第一中学校から市立の鎌倉学園高校、偏差値68へ進学しています。中学校時代は野球部に所属していました。またボーリングに熱中し、高校の時には297という自身のハイスコアを記録しています。プロボーラーを本気で目指していました。桑田さんは鎌倉学園高校から東京の青山学院大学に進学しています。バンド活動を優先したため1年留年となり、1978年に除籍となっています。育成最後の NHK 紅白歌合戦最終歌唱者を務めました。まとめ、桑田佳祐さんの身長は170センチ、最終学歴は私立の鎌倉学園高等学校卒業で、偏差値は68でした。